星野監督になられたのは何年目の時ですか。いや近藤さんの後誰ですか。近藤さんの後山内さん。星野さんまで山内さんもいたんですか。山内さんが途中で、高木森光さんに変わったのかな。途中監督シーズン途中代理みたいな感じ。あでその後星野さん。森光さんってどういう監督だったんですか。森光さんはおとなしかった。ギャーとは言わなかったけど、うん、この人も短期でね。あれもう本当に瞬間弱化式やで。あそうですか、うんうん、多いですね中日。多い多い。山内さんはどうだったんですか。山内さんはもうずっと喋ってる監督がさ。ほんでねキャンプなんかでもね、キャンプ行く前に1時間ぐらい朝ミーティングして、それから練習行くわけだ。珍しいですねキャンプで。また帰ってきてからまたミーティングやって。山内さんのですか。喋りたいですかね。喋りたい。ずっと喋ってる。喋ってるし、グランドで言ったら教えま。いやもちろんいいことなんだよ。ね、そうですね。いろんなこと教えてくれるからね。ねバッティングなんかでもすごいから、ね。あの人以上にインコース打てた人いねって言われますよね。そう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 。それであの人本出したのよ、うん、そのタイトルが教えすぎるコーチは選手をダメにするっていうでその本を山内さんに俺持って行ったことある。監督こんなん出してますけど自分を見て書いたんですか。俺は特別だよそんな感じ。あそう、まあ、僕らはこうグラウンドで会った時ぐらいしかないんで挨拶しかしてないんですけど、うん、全然喋る人とは思わなかったです。いや誰ですかその時代のレギュラーの方。宇野さん。宇野さん、うん、そうだね。宇野はいたな。川又さん。川又もいた。牛島もいた。はい、角源氏、上川。あ、上川さん。うん、あと平野。あ、健さん。うん。タオさんもいたな。ああ、ま、いましたね。タオさん、僕さん僕ライオンズ同期ですから。あ、そうかそうか。僕が入った時にタオさんは、うん、突然星野さんになってから取り寄せられてますね。だから星野さんになった時に自分の下でやってるやつはほとんど出された感じあの中尾さん星野監督と選手としてはやってないですよね。やってるよ。2年やってるよ。やってんすか。やってるよ。もう晩年だけどね、球も130キロ出るか出ないかぐらい、だけど巨人戦になったら抑えるんだよヘナヘナダメだ。でもフォークだってこうやって丸分かりなんだけど抑えちゃうのよ。気迫なんですね。巨人戦だけはね抑えてた。あとはダメだけど現役の時の星野さんってどういう人だったんですか。もういい兄貴ですよ。やっぱ面倒見良かったですか。面倒も良かったね。どうすか、うん、やっぱ怖いだけじゃないですもんね、うん、僕な4年間あのやら下でやらしてもらったんですけど、うんうん、あの中尾さんも俺の。あそうバツイチだけど最初の。いや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 、その情報でこんなこと言ってて、いやいや最初のですね、うん、やっぱそのツッと頼んだらシャーっていう人ですかね、はい、そうですよね。もうすぐ僕ももともとそんな真面目な方じゃなくてちょっと不良っぽかったんで親分の下についてコーチやってる時もで行くぞって言うじゃないですか。わかりますもんね、絶対ポーズでしょっていう時と一回だけ本気で切れた時はあったぐらいで、うんうん、あと大体こう場面でやりますもんね、うん、気合い入れるのに。そうだね。バスがこう黄色で止まると怒って「いかがよ!」って言った次の日運転手変わってたっていういやその富山か金沢の事件だったんだけど、はい、その運転手の息子がたまたま俺なんか知り合ったんだよねすごい。それから何年かしてあの運転手ね僕の親父なんですよ運転手交代しちゃった人ですか。夢の話ですもんね、うん、わざとそういう部分もあったけど ね、 あそうですね。ベンチ入ってる時はそうですよね。ダーンって絶対わざとですもんねっていうのが多かった。だって星野さんが監督になった時はね俺らこうキャッチャーから戻ってきてベンチにこうやってドカーンと座るじゃん、やっぱり、はい、休んでる時は、星野さん後ろなんだよ、はい、すぐ俺のベンチの後ろをさもう気が悪くなってガーンガーン蹴るんだよだからねもうこんなにして座ってないの、いつもこう戦闘態勢大変だった。確かにあの今のような中尾さんが中日時代は今のような笑顔は一切ベンチでなかったですよね。ないな。まあ、申し訳ない言い方するとこの人性格でも中日の人ですよ基本的に性格悪いんじゃないかっていうぐらい戦闘モードでしたよね星野さんの時代やっぱそういうモードなんですね。でも練習中からそうだもん。やっぱそうなんですか。練習中からね気抜いてるわけじゃないんだけどね、はい、それまでも、はい、やっぱりこういうのがあるじゃんね。ありますよね。集中力出す時と出さない時、星野さんになってからは練習から気抜けないって感じ
まだよく見てんですよね。だからもう大変だった。でまあ一応俺キャプテンやらせてもらったんだけど、やっぱり監督と選手の間にですね、間にね入ってたから、うん、結構大変だった。いかいようになったもん。星野さん監督になって2ヶ月シーズン中だ、4月あっという間ですね、2回になったの、うん、その前が島野さん、はい、島野さんヘッドコーチでしょ、はい、ね、3月のオープン戦の時、はい、それ星野政権の時の なったばっかりですか、一塁コーチャーで急にねオープン戦やってる時に試合中あとうずくまったんだよ島野さんが、島野さんがなら2回よ。俺は2ヶ月後ぐらいに俺はそこまで大あのひどくはなかったけど、でもね2、3ヶ月病院通いしながらね試合行ってたもん。やっぱそうなんですね、気使ったな、やっぱり。でもいい思い出だぞ。そうっすよね、うん、あんな人いないですもんね。あのはっきり言いましたから、僕に、僕は今球団とこう、僕は僕でいいと思って、星野監督は一軍でも優勝ってなりそうだったから、うん、こっちはこっちでうまく処理できたらなと思って、うん、ってるったのが球団は悪く取って、うん、僕がまたいでるみたいな取られた時に、うん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 、あもう親父に切られんならいいやと思って優勝した翌日に呼ばれたんですよ、うん、俺は下のマンションの下の方あのレストラン来い、うん、ああ切られんなと思って、うんうん、したらその時にね、お前のおかげで優勝できたやってやっぱ握手してくれた時も大号泣して、うん、で最後にすごいこと言ったのは、政治家にならなあかんって言われて政治家になれってあそうやっぱこうちゃんと根回し、うんしなきゃダメだっていうのを教わったし、うんうんうん、僕ら根回しが汚いもんだと思ってたんで、でもイメージはな、やっぱり悪いイメージだよな、根回しってな。そうですね、うんうん、でもやっぱそれがやんなきゃダメだみたいなまあその星野監督とその監督選手で2年やられて監督になったで、うん、2回になるじゃないですか、うん、あのジャイアンツベンチに来て水野のことバチャ引っ張った時あったじゃないですか、親分が。あの時は中日側だったですか？あの時ジャイアンツ、あの時はね、あ何があったんですか、あれ。あれね、星野さんがわーってこうなんかベンチから行ったんだよ。で俺じゃあ三塁側行って、松原さんがさ、はい、ジャイアンツの何のこれバッティングコーチかなんかですよね。バッティングコーチ松原さん、松原さんがね、あーせんなんとかなんとかって言ったんだよね、はい、ほんならそれを聞いてね、わーって出てきたんだ。誰だ今言ったの、分かってきてますよね。ほんでみんなバーッて言って、で水野がさ、ちょうど星野さんのとこ行ったんだよね。ほんならバチューンってちょうど出るところに、手が出るところに金太がいたんだよあれ事件ですよね、あれは。なに偉そうに言ってんじゃねえとか、なんかそんなこと言ったのかな、松原さんが。ま、でも松原さんの年上ですよ、ね、全然上だよ3つ4つ上じゃねえかな。それね、星野監督分かって言ってますよね、松原さんって。多分はーって言ってましたもんね。そうそう、こうやって言って、あの時中尾さんベンチ行ったんですか？ベンチでよ。で、お、来た来た来たと思いました。あれ本気の顔だったんですか？その場面じゃんの顔じゃない、どっちだったんですか？本気だな、本気あれは本気だな世界的に、うん、本当のこうアンパンチの時代を、ま、もろに知ってるわけですもんね。知ってる。中日、いや俺が中日にいる時に、はい、巨人と熊本で試合やった時も、はい、もちろん公式戦ですよね、うん、はい、クロマティがなんかデッドボール見やしたから、はい、でその時もバーッとなって、はい、王さんに星野さんがクーンやったんですか？やったんだよ。殴ってはないよ。ファイティングボード取っちゃったんですか？やっちゃったんだよ王さんにやるかいやもう、でもああいう場面になったらもうね、先輩とかそんなの関係ねえから、ファイティングスピリットがね、そうなんです、ね、すごかったして半端じゃないですよねじゃああのだからたけしが同級生なんですけど、あ一緒か、あ同級生なんです。で、あいつ顔が腫れてマスクが入んなかったっていうぐらいあったなぁ、なんかボコボコにされた事件あったぞみたいですね。名古屋球場って言ってました、うん、名古屋球場で藤王も一回ボコボコにされたことあったわ、まあ、これは藤王がちょっと粗相したんだけど、ね、あの野球以外に、以外でね、うん、でもあの星野監督ってめった打ちした後すっきりしてますもんね。そうそう、はい、で僕はこれはね、星野さんは本当選手のことを思ってやってくれてるから、憎くてやってるわけじゃないで、うん、まあコーチは大体そうだよ。そうっすね、選手が可愛いから、うん、そうですね、そうやって良くなってほしいからっていうね、時代でしたよね、思いだったから、うん、それをこうちょっと勘違い、うん、そうっすね、してる部分もね、若いうちはあったかもしれない。なるほど。中尾さんはじゃあその間に入るか大変ですね。アンパチ食らった連中も。俺はね、殴られたことがないけど、はい、キックされたことがある、ケツを。ジャイアンツ戦で名古屋球場で1点負けてたのかな、はい、でライト戦にヒット打ったんだよ、はい、これでライト二村
カオルがファンブルして、それ見て俺セカンドに行ったんだけど、ヘッドスライディングしたんだけど間一発アウトだった、帰ってきてさ、お前何を考えとんじゃボケーって思い切りケツボーンって切られてさそれも本気でした多分本気いや1点負けてるからノーアウトでね、セーフなればノーアウト2塁じゃん ね、 ううね、しかもファンブルされちゃって、こいつ足早かったですもんね。まあまあ早かったね、いっちゃってアウトになった積極的では言わなかったわけですねキャプテンの時ですか、多分そうだね、そうでしょうね、だからその展開お前は監督と同じように読めぐらい思ったんですかねでもその時その後藤浪さんが、まあでもあれは仕方ねえよ、ね、お前いけると思って行ったんだろ、そういう積極的な走塁は悪くないと思うよ、言ってくれ。藤浪さんその頃コーチですか、選手、現役で、選手最後の年ぐらいだったかな。藤浪さんすごい俺も仲良かったし、あれですか、ちょっと僕ら巨人ってまあ紳士たれみたいなあったじゃないですか、行ってみてもあやっぱみんな大人なんだみたいな思ったんですけど、中日ってなんかのぶしっぽく見えたんですよね、パリーグっぽい。もう中日はのぶしだね、ほんとのぶし君すごいですよね、あの頃のクラーみたいな喧嘩でもしそうなチーム同士でも、ほんと個性がねすごかった、みんなね、結構やっぱり一匹狼的なところもみんな持ってたしですよね、なんか群れたイメージないですもんね、みんなでだけど集まる時はガッとこう集まるし、なんか小松崎さんが僕の茨城の先輩なんですよ茨城愛想多いんですよ、乱闘要員で例えば自分が試合終わってるのにスパイク入ってたって噂もあってほんとね乱闘要員でね広島で長富から落合、宇野、二村、3人連続デッドボール当てられた。長富さん結構よく当てられたんですもん、まあ、シュートがね、よかったから。2人は前の打席もなんかこの辺ボンボン来られてた、で3人連続当たった時にバーッとなって、小松崎が長富を追っかけたんだけど、結局捕まえきれんかったんだよ小松崎さん早くなかったんですかね捕まえきれそれが乱闘終わってからベンチ帰ってきた時に星野さんめちゃめちゃ怒ったよまあこら捕まえんかそのために一軍に置いてんだそんな感じだあの恐ろしい組織ですね、あの頃の10年中はあの頃ね、まあ今だから言えるけど乱闘になった時に、お前は誰、お前は誰、こう割り当てか割り当てあったよねでその時に岩本ガンちゃんガンちゃんいたでしょ、岩本さんですね、ガンちゃんもすごいこう言ってたから、あの2人ツートップするね、そう広島の長島が、長島と吉彦だったかな、なんか2人がかりでガンちゃんを行ったのよ向こうも狙ってたんじゃないですか、向こうも狙ってんだよ、長島はあいつ左利きじゃん、骨折だよ指殴って岩本さんのこと殴ってもうそれぐらいねもう徹底してたよ。今もうねあんまりないもんね、ないですよね、あの頃特にまた強いチーム同士ってやりますもんね、すごい強かったですもんね。で星野野球ってどういう野球目指したんですか、その中尾さんがキャプテンでやられてる時に、まあ、もちろん巨人に勝たなきゃ優勝しないじゃないですか、どんなだったんですか。いやもうあの頃はねとにかく巨人戦だけには負けるなと、まあ星野さんがね現役時代の時からずっと思ってたことなんじゃないの、だからもう巨人戦になったらこう雰囲気が全然違ってたね、あのじゃあの 10.8 とかっていうのもあれ森光さんじゃなくて星野監督が監督だったらやばいことになってましたね、大変だったろうな、死者が出てましたね あれはうんそうだね、大変だったと思う、そう森光さんだよ ね、森光さんと長嶋さんか、そうですやばかったですね、陽と陰って感じだもんね乗れないですけど